水戸弘明高等学校は、茨城県水戸市、千波町にある私立高等学校。元は、水戸短期大学の付属校であり、近隣の私立水戸江広市中学校と連携型中高一貫教育を行っている。通称、広明。2012年春に、水戸短期大学付属高等学校から名称変更した。すべてのコースにおいて、 課題探求型学習を取り入れており、南韓国公立大学への入学から就職まで幅広くサポートしている。部活動の面では、柔道部、アイスホッケー部、男子バレーボール部をはじめとする多くの部活で、全国大会への常連校、または県内の競合校となっている。サッカー部、野球部、アイスホッケー部にはそれぞれ部の管理する寮が存在する。 2009年8月、同校剣道部合宿中2日目、1年生、男子部員が朝6時からの練習中に体調不良を訴えるも午後からの練習に参加。かかり稽古の最中幾度も転倒する旅、部員らの暴行によって立たされ稽古を続行。練習終了後に意識不明に陥り口から泡を吹いて意識混濁になっている生徒に、 上級生が気づき顧問に伝えるもそのまま、放任、息子の様子を見に来ていた母親が、応急処置を行い緊急要請。12時間後、搬送先の病院にて熱中症が原因による死亡。ありがとうございます。